えー、唐突ですが質問です、うん、飛鳥先生は地球人以外の人間と会ったことはありますかあります本当に何か言いましたありますと言いました <laughs> 夢の中だったな、えー、続けてよろしいですか、ね、夢うつつであったかもしれないあれは夢だった夢に違いない夢にしようもしくは地球内部にあると言われるあるざるの方と会 もちろんね、そたなこと言うとまたやらくなることなので、あのあえて会ったことはないというふうに言います。他、地球人がすでに気づいている海底都市はありますか？海底？はい。あ、海の,海の底の都市はあります。都市ですか？はい。沈んだ都市なんか結構ありますけどね。あ、そうですね。うん。まず、えー、地球人以外の人間と会ったことはありますか？ 鳥ですからね僕飛ぶ鳥ですからね結構飛んでますからねまあねいろいろ噂があるんですよ飛鳥堂でねいるとねなんか一人で行進してるとブツブツとシグマたちはその声を聞くわけですよ何を話してるんだろうある部屋でボソ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 やってるとまあそういう噂をね都市伝説ですけどありましてね あと明日香は3人いるんだという,もう都市伝説がありました同じ日の同じ時間帯に別のところにいるのを見たもうあらゆる都市伝説が明日香にありましてひょっとすると明日香地球人じゃないんじゃないかっていう都市伝説ちなみに今ここにいらっしゃるアスカ先生ああブラックですあ,あ <laughs> レッドは別のところに <laughs> あ,あレッドでしたすいません<れ> <laughs> 間違えてどうするんだってですアルザルの方と会ったことはうーん まあアルザルかなとか、うん、いやいやあの今ちょっと苦しい社員だったんですけどね <laughs> あのー、基本的にねこういうことですよアルザルの人って言っても全く日本人と同じですから、うん、彼らと会ってってもわかりませんよ本当にわかりません全然わかんないから <laughs> なんかね後ろのやってイスラム教徒かというとねもうみんな羊飼いような格好してねついついちょっと思ってるクリスチャン結構多いんだよねじゃ 彼らの方が文明発達してますしね。うん、ただ彼らは地球、まあある任務を帯びて地上になってきたとしてもね、あの東京福岡歩いてても全然わかりませんよ。年、うん、聞ことえ八百歳つが、ね。聞いたことはあるんですか。かもしれない夢の中で。うん 夢の中で、夢の中で、あったことはありますか <laughs> ってね、<laughs> 苦しいな。まあまあ、いいじゃないですか。はい、まあね、そういうところからいろいろい情報をやってるわけですからね。はい、まあ。<laughs>